はい、どうも、ゆうねいです。進撃の巨人24巻限定版オリジナルアニメーション DVD 付きをゲットしました。そのオリジナルアニメは進撃の巨人のキャラクターアニレオンハートが主役です。一体どんな話なのか楽しみです。漫画の方ではロストガールズという名前で通っています。ちなみに私がゲットしたのはその前編の部分、楽しみです。ちなみに確認しておきますと、みんな幼少期ですが、立てかけるものがない、はい、立てかける。こっからこっちが主人公のエレン・イェーガー、ミカサ・アッカーマン、アルミン・アルレルトです。こっち側が壁の中の人類役です。人類役じゃないな、人類ですね。そしてこちらが壁の外から攻めてきた巨人の、まあ、故郷三人組でしたがね、そう呼ばれているライナー・ブラウン、アニ・レオンハート、ベルトルト・フーバーです。珍しく進撃の巨人だけの動画でしたが、いかがでしたでしょうか。何度も言います通り、私は進撃の巨人のファンであります。それでは